3792東京支部の田中剛です。最近の調子は絶好調です。得意なコースは特にはないです。自分のレースの持ち味は、追い上げの効くレースを心がけています。今節は、いっそいっそ集中して走りたいと思います。はい、3833福井支部、中辻博之です。最近の調子は、普通だと思います。得意なコースは特にありませんが、精一杯いきたいと思います。持ち味はスタートだと思っています。今節も一生懸命頑張ります。温かいご声援よろしくお願いします。登録番号3939、愛知支部の渡辺雅史です。最近のレースの調子は、まずまずだと思ってます。得意なコースはインコースです。自分の持ち味は道中をさばいて着を取るっていうのが持ち味です。今節は久々に徳山来たんですけど、優勝目指して頑張りたいと思います。3961番山口支部谷村和也です。最近の調子は、エンジン抽選なりで、まあ、いいエンジン引くと成績もいいんですけども、勝率のないエンジンを引いてしまうと、なかなか調整しきれずに、いい結果を残すことができていません。好きなコースは、まあ、特に嫌いなコースがありません。レースは1周1マーク、展開ついて、1着を取れるレースを目指しています。今節、最低優出できれば優勝して帰りたいと思ってます。応援してください。登録番号3978番東京支部斉藤仁です。最近のレースの調子は、自分のとしてはいいと思います。好きなコースは特にありません。自分のレースの持ち味は、6コースから出る船県からのレースをすることです。今節一生懸命頑張ります。6日間応援よろしくお願いします。こんにちは、4175埼玉支部川尻大輔です。最近のレースの調子はぼちぼちいいと思ってます。好きなコースは、まあ、ここっていうコースはないんですけど、外からでも一生懸命走るんで、まあ、どのコースでも好きです。自分のレースの持ち味はどうなんですかね。自分でもよくわかんないですけど、まあ、気合は入れて走ってます。徳山は前回来た時にいい成績だったんですけど、あんまり走らないんで、まあ、いいイメージのまま今節も一生懸命頑張ります。